こんにちは、ベビチューブです。私は赤ちゃんが大きめだったから予定日過ぎたら焦っちゃってネットでいっぱい調べたんだよね。そしたら産院校っていう安産の壺が市にあるらしくて、暇さえあれば押してた。そうなんだ、他にもウォーキング、階段の上り下り、雑巾掛け、スクワット、おっぱいマッサージ、ハーブティー、体を温める、赤ちゃんの呼びかけとかいろいろしてたよ。すっごいいろいろしたんだね。頑張ったね。そうなんだよね。どれがいいかわかんないけど、無事に4日後に誕生しました。私の場合は13日過ぎてたんだよね。すごいね。そう、結構過ぎてたな、もうその日に生まれなかったら入院しましょうっていう日に生まれたんだけど、私がその間に何をしたかというと、全然何もしなかったの。もうとにかく動くのがもうめんどくさいというか、もうお腹が大きいからすごくきつくて、まあ、ギリギリ入院の日の早朝にちょうど陣痛が来て生まれてくれたから、お利口な赤ちゃんだね。お利口。テレビ過ぎると自分も不安だし、周りからのプレッシャーもすごいよね。すごい、本当にもうその遅れてること自体に焦ってるのに、周りからね、まだなのって言われると、もう本当にストレスだった。そうだよね。そっとしておいてほしいよね。そっとしておいてほしい、本当に。ストレスを溜め込まないようにリラックスして子供が生まれてくるのを待ちたいね。